皆さんこんにちは。健康と美容をお届けするオフィスまゆみのまなちゃんです。イエーイ。はい、今日の動画はすごいですよ。あなたの人生が劇的に変わる予兆って書いてあったんですけど、本当に今日の動画を知ってるか知らないかで、あなたのね、先の人生がね、まあ、あの 今までね楽しんでる人もそのままでもね、いい人生にはなってると思うんですけど、さらにね、いい人生にしたい方はこの動画最後まで見てください。ということで、今日の動画はすごいですよ自分で言っちゃいます。ぜひ最後まで見てください。はい、で今日はね、いつも健康と美容のお話をオフィスまゆみチャンネルでしてると思うんですけれども、今日はね、もう健康と美容どちらもなんですけれども、ただいま私たちオフィスまゆみね、5人いるんですけど、5人を筆頭に活動しているものがあります。はい、で今1人でも多くの人に知ってほしいし、どんどん広げていきたいという気持ちを持って活動しておりますめっちゃ真面目なんで笑ってしまいましたけど、まあ、活動って言っても楽しくやってるだけなんで、別に真面目にね、講演してるとかそんなんではないんですけど、はい、でも一人でも多くの人に広げたいなって思ってるものがあります。はい、それはなんと、どこ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 、どん、こちら、世界中に私たちは水素を広めたい、水ソムリエプロジェクト。イエーイということで、いやもう知ってるよっていう方もいれば、もうなったよっていう方もいらっしゃいます、オフィスのショート動画でもこの水ソムリエ、はい、水ソムリエですね、この私はバッジつけておりますが、ソムリエです、水ソムリエになった方がね、お話をしてくれてるショート動画をエピソードとして上げておりますので、まだ見てない人はそれも見てください。はい、ということで、水ソムリエプロジェクトっていうことでね、プロジェクトをやってるんですけれどもはい、どんな活動内容ですねをかって言いますと、はい、この、概要欄に貼っておきます。まゆみ社長の5月ぐらいに出たお話なんですけど、この動画を100人の方に、まあ、送るでもいいし、シェアするでもいいし、まあ、やり方は人それぞれなんですけど、この動画を100人の人に送った方はこちらの水ソムリエバッジがもらえます。はい、これ私が書きましたはい、欲しいか欲しくないかはあなた次第。はい、でこの動画ですね、1000人、ゼロが増えて1000人さんですね、1000人さんにシェアされしてくださった方はこちらの金のバッジ、水ソムリエがもらえます。私が書きました何回も言わんでいいって感じなんですけどはい、いやまさかね、私の絵がバッジになるとはって思ってたんですけど、なんかね、みんなお揃いでソムリエとして、水ソムリエとしてですね、服につけてくれてる人もいれば、帽子につけてくださったり、カバンにねつけてくれてる人もいます。はい、別つけなくてもいいんですけど、でもこのバッジがね可愛くて欲しいって言ってくださった方も水ソムリエになってくれたりするので、本当に、まあ、まずねこの動画知らない人は概要欄からこの動画見てもらったらいいと思う。すごくね、もう本当に愛と光のある動画になっておりますので、お見てください、まゆみ社長の話の動画です。はい、で本当になので、水素をね、まず私たち広げていきたいって思ってるのと、
この水素のね素晴らしさを知ると、なんだろう、知っとくだけでいいなって思ってます、私たちは。はい、なのでなんか人生の中で水素ってこういう風なものなんだとか、体さんに水素ってこんな風なものなんだって知っとくだけでいいので、知っといてほしいなと思います。はい、で、ね、本当に水ソムリエとはって書いてあるんですけど、言うの忘れてましたね。水ソムリエとは、はい、水ソムリエとはこれからの地球と、地球です、人、私たちの進む道、水素の素晴らしさを無償の愛で広めてくださる、水素を愛する人という意味です。オフィスまゆみがジョークで作った言葉です。ということで、はい、私たちが考えて名前もバッジも作りました。なのでぜひですね、なってほしいなと思います。はい、でシェアの方法は人それぞれなので、この URL、 概要欄の URL をコピーして LINE とかで送る人もいたりとか、なんか SNS でつながってる人に送ったよっていう人もいたので、なんかそれはあなたのね、広め方で大丈夫ですので、本当に知っといてほしいなっていうことですね。本当に水素素晴らしいですから。そしてこの100人と1000人もう、このプロジェクト、水素群れプロジェクトをして結構何ヶ月か経つんですけど、なんと100人ね、広めてくださった水ソムリエさん、認定者さんがただいま51人になりました。おめでとうございます。キラ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 、この辺に貼っときます。はい、そして1000人、こっちですね、丸が一つ増えて1000人、この動画シェアしてくださった方がカリスマ水ソムリエさんって呼ばせてもらってるんですけど、1000人のねカリスマ水ソムリエさんがただいま9人になりました。おめでとうございます。はい、キラキラキラ、こちらにお名前載せときます。はい、でこのお名前はオフィスまゆみのホームページの水ソムリエプロジェクトっていうボタンから見れるようになってますので、よかったらなった方は、あ、私の名前載ってたんやっていう人もいれば、いや、ちょっと一丁じゃあ楽しんでやってみるかっていう方は、ぜひぜひ楽しんでやってみてほしいなと思います。はい、ということで今はこの水ソムリエプロジェクトを、いろんなね水素の凄さだったり、水素ってどんなのっていうのをね、まゆみ社長が YouTube で話してくれてたりとかね、本ね、水素って調べるだけで本もいろいろ出してくださってる方もいるので、本当にね、いろんな、ね、水素を取り入れた人からいろんなお話も聞けたりとか、いろいろしております。はい、なのでぜひぜひ、なんか私も興味あるとか、バッジに目がくらんで私もやりますっていうのがでも OK ですし、あと、あ、そう、この100人シェアしたよっていう方は概要欄のところにフォーム、申し込みフォーム貼っておきますので、それから、送ってきてもらったらと思います。はい、でも本当に毎日私もね、水素取ったりとか、水素取ってる人のお話聞くと、これはなんか、まあ、男女関係なくで、都市も関係なくでね、いろんな健康だったりね、ちょっと体にご病気がある方も、どんな人でも取っといた方がいいなって思うのもありますし、あと知っておくだけでいいので、水素って体にいいんだって知ってくださるだけで、絶対にこれからのもう人生ですね、関わってくると思いますので、ぜひぜひ、まあ、まず動画見たことない人は概要欄から見ていただいて、はい、すごい、これシェアしたいって思う方はシェアして、100人1000人行ってもらったらと行ってもらったらっておかしいですけど、シェアしてもらったらと思います。はい、
ということで、本当にこのプロジェクト始めてからすごく体の調子が良くなったよとか、本当にね毎日が幸せに過ごせるようになったよっていう方ね、たくさんお話聞きますので、なんかそんなことをね聞くと、本当にこのもう日本世界で困っている方にまずは教えてあげたいなって思います。はい、ということで今日は動画でも水素ムリエとして、今日は大泉真由美の水素ムリエとして皆さんにお伝えさせていただきました。はい、もっともっと私たちは水素をね、世界中に広まったら嬉しいなって思ってます。はい、ということでこの動画がいいなと思ったら、皆さんいいねボタンとチャンネル登録はいつものようによろしくお願いします。ね、コメントもお待ちしておりますので、ご質問などある方はコメントしてきてくださいませ。ありがとうございました。感謝してます。銀座マルカンオフィス真由美では、ひとりさんのマルカン商品を扱ってくれる仲間を募集しています。マルカン商品が大好きな方、ご自身のお店に商品を置いてみたい方、副業をお探しの方も、詳しくは説明欄からご覧ください。お問い合わせをお待ちしてます。